そこまで真剣に悩んで何かしたいって純粋な気持ちがあるなら、誠意を込めて謝ればきっと相手に伝わりますから。今の最悪な関係でも最悪なら何をしてもこれ以上悪くならないでしょ。ありがとう。そっか、誠意を込めればいいのね。誠意を込めれば。ちなみにだけど、誠意を込めて謝るならこんな染めた髪じゃダメよね。個人の趣味によるんじゃ。あんたの趣味を教えなさい。俺だったら、まあ黒髪の清楚な感じの方が好きですけど。清楚とか、キモ。この子は俺を傷つけずにはいられないのだろうか。お待たせしました。はあ、やっと買えた。サンちゃんたち待ちくたびれてるだろうな。はい、これ。え？お礼よ。お詫びじゃなくてお礼。ちゃんと答えてくれたから。ありがとうございます。じゃあね。カセロラジュース。ああ、ベンチがないと平和だな。ベンチ？